やあ。お？ああ。ちょまー。まずは俺がこう来て。え、ちょっとやばいこれ。急がんと。そういうことか。早くしないと本体のルイージがやばい。マジー。うわー。マジで普通にホラーなんだけど。急げ、グイージ君。勝利のポーズを取ってる暇はないぞ。あー、もうダメかもー。いやー、わー、出られた、よかった。ね、あの、お化けじゃなくてリアルにヤバい系はやめてください。あー、よかった、グイージ君、代わりに行ってくれたまえ。おう。グイージ君。あ、意外とちゃんと、ギリギリセーフな感じで作ってくれる。ああさっきルイージがこうなるかもしれないっていうそういう状態だった。いやー、これ恐ろしい。戻るの早いな。うん、なるほどね。怪しい穴があるなと思ってたけど、そういうこと。これは破壊できないのか。うん、なるほど。特にこれはもう何もないよねと思いたいけど、まあ一応まあグイージ君に行かせばいいか。これなんか中途半端とかやっとけばなんか意外とスルッといけんじゃないのこれ。この辺り。あ、そんなことなかったわじゃあ一応チェックしておきましょう。うん、大丈夫そうかな。うん、オッケー。あれ、あ、いけるね。この扉っていう概念が今あってここから行っちゃったけどさ、グイージ君はこういう鉄格子だったらどこからでも行けるから、こういうとこは覚えておくべきですよね。よし、さあ怒涛の展開というか、どんどんやばいことになってるけど、あのバイオハザードっていうゲームでもさ、ゾンビっていう怖い化け物が出てくるんだけど、あんな感じでさ、なんか壁が迫ってくるっていうシーンがあって、あ、ネタバレになっちゃうんだけどごめんね、ちょっとネタバレしちゃって。そういうシーンめっちゃ怖かった思い出がありますけど。うん、お、これは、お、あら、吸い続ければいいのかな。おう、なるほど。何かこうタイミングというか、あれを合わせないといけないみたいな、そういうやつ。どういう仕掛けだろう。うん、これをもっと回して、でここで逆回転。よし、おお、ちょっと危なー。セーフ。今俺グイージ君しまおうと思ったんだけど、よかったー。やば、あ、グイージ君、いったったった、待て、グイージ君も痛いのかよ。あとグイージ君軽くね。なんだこれ、どういうこと。あれ、あ、踏んだわけではなかったのか。さあ、なんかね、いよいよバイオハザード4っていうゲームを思い出すというかまあお城って言ったらこのギロチンみたいなペンディラムってやつがブンブン振り回されてるのが基本なのかな。これは下の方に行けるのかな。グイージ君だったら下の方に落っこちても平気そうな感じがするけど、うん、なるほど。これは調べておくべきなんでしょうか。とりあえず宝箱。お、大量。お金もだいぶ増えてきたけど、まあいいか。あ、お金が刺さってる。うん、他に特に何かあるわけではないかな。お、うん、よし、じゃあ、あ、待ってて、これ怪しい。オッケー、
よし、じゃあダークライトチェック。うん、さあ手前はこれで OK、 奥側は怪しい細道がないかチェック。うん、この仕掛けを解かないとそもそもルイージが向こうに行きづらいよね。普通に行けってことかな。うん、他にできそうなことはないから、じゃあいっか、とりあえず怪しいとこ吸ってみる。何もないっぽいね。じゃあこれ頑張ってルイージが自分で行くしかないのか。結構絶対これやばいって。うん、さあ激ヤバなとこですが頑張っていきましょう。これマリオさんが出るゲームでしょ、これ。どっちかっていうと。おお、一気に走り抜けちゃえばいいのに。つい止まっちゃう。おお、セーフ。よし、オッケーかなー。ふう、さあ九死に一生を得たところで、わあ怪しげ。これはボウガンが狙っている。これはつまりグーイジクの先に立つ必要があるか何か。ちょちょ、こ、怖い。うん、お、めっちゃ連射しよるわ。それはさすがに。これはつまりルイージがここをやんなきゃいけないはずだよね。なんか押せそうな感じがしますけど、押せそうっていうか引けそうだね、これは。どっちかっていうと。あれ、うっそ。イメージと違うよ。あら、なんかトマトめいたものが降ってきましたけど。お、あ、そういうこと。9番いらんかったわ。よし、まだ待って、ここ何かあるっぽいから。ないのかよ。まあしょうがない。よっ、オッケーかなー。さあこう来てここで待機。いてて、待機しようと思ったら、あ、そっかそっか、これ一緒に行くのか。安全ポイントがなかったわ。あれ、あ、違う、ここまでしか行けないんだ。なんだ、レールよく見たら、おお、ほい、ダークライト、すごい、めっちゃいろんな仕掛けあるわ。よし、オッケー。さあこれを引っ張っていきましょう。あ、待って、うん、いいか、あの荷台がない状態であれを引くと何かあるみたいな、そういうことかな。お、よし、オッケー。おーっと、なんだ、くらえ、バシューからの吸って吸って、おーっと、あ、お前も吸っちゃえ。さあ結局最後はワンマンプレイ、オッケー。うん、さあグイージ君の活躍もあってようやくって感じかな。調べます。おう、トマト、俺生トマトは結構っていうか割と苦手。なんかトマトが出てくるたびにそれ言わなくちゃいけないのかなって感じがするけど。言わなくてもいいよな。さあこれ引っ張ると上からトマトがいっぱい。トマトは捨てるからなんだっていう話なんだけど。うん、お、特に何もないかな。オッケー、じゃあ行きましょう。おお、これはやばそうですよ。いきなり何か振り下ろしてきそうな感じがしますよ。うん、これは、おお、とっとっとっと、いや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 、危ねえな、おい、吸えたけど。わーい、ちょっと待って、これちょっとやばすぎなんで何かできませんか。ちょっと待って、これグイジクに先行かせるべきか。うん、多分ここまでは平気なのかな。グイジクが軽すぎるっていう可能性もなくはないけど。わあ、ちょっと待って、それ
よし、どの辺かな。この辺りだね、この辺り。ここを避ければなんとかなる。よし、行くぞ。足遅っ。よかった。あ、お金が手に入んなかったけど、まあいいや、命あってのものだね。お、よし。なんかちょっぴりひび割れてる感があるけど、爆弾とかないよな。うん。お、なんかちょっと炎が吹き上がるような。あれ？関係ないかな？うん。よっ。お、ラッキー。へそくりじゃん。おっと、いや、わ。油断大敵。もう一個。よし。お、なんだ、優しいじゃん。ちゃんとあの、ペンデュラムでダメージを受けた人用に作ってるんだ。これは？うん。気になるネズミ穴だけど、向こう側に何か通路があったりとか部屋があるってことかな？お、これはなんか危険な予感がするな。グイジ君に済ませておきつつ、よし、行くぞ。なんてことはなかったぜ。これは何かあるっぽい。おお、扉だと。よし、オッケー。さあ一旦グイジ君を離して、うん、こっちはオッケーかな。よし、ここちょっとカーペットが気になるけど大丈夫かな。お、さあようやくなんかびっくりマークがついてるエリアが見えてきたけど、よっ、おー、すごいパワー。よし、まあ見つけちゃったからには言っておくべきなのかな。お、キャッスルフロアで金庫部屋を見つけた。やったー。これはでもなんかちょっと危なくない？これは、お、宝石をもらえるけど、グイージ君、危険な場所はとりあえずグイージ君で。わあ、金塊じゃー。うん、特にこれといってみたいな感じかな。よし、じゃあ吸っちゃいましょう。オッケー、さあバッチリで、僕は出られないからこっち。さあというわけでやってきたよ。なに、これは牙。わあ、お、あぶな。おお、観客がみんな張りもてなんだ。お、ほらグイジ君はちょいと置いといて吸わせとく。これはどうすればいいんだろう。おや、まあ博士、効かない、シールド持ってる。これはまずはこれで。おお、あぶな。なかなか9番ショットがこれ打つの大変だな。いてー、くそー。なんか違うとこにさせないかな。うん、結構これ普通に厳しくない？あう、わあ、わあ、痛い。ちょっとまずいぞこれ。あの普通にね、狙いづらいです。構えたところおそらく狙うと思うんだけど、なかなか高さが合わないっていうか。あれ違う、なんかつけるのかなと思ったけど。おお、なんか光った、なんか光った。なんだろう。ああ、飛び道具、そういうこと。
さあどうすればいいんだろう。吸盤ショットじゃないのかな。おお怖っ。謎解きか。あとはダメか。ダークライト。あいててててこれ強いぞ。上の方で何かないかな。うん、ピンチな音が出てるけど。おお、ちゃんと狙ってきてるこいつ。ドラーとか。これを吸って、あ、関係ないか。うん、さあ倒し方がわからん。背中からストロボってわけじゃないか。うん、結構厳しいな。グーイージ君で何かするのかな。ちょっとごめんなさい。グーイージ君おとりに使ってさ、なんかぶん投げられてる時に何かできるとか、そういうこと。うん、絶対吸盤だと思うんだけど、吸盤が刺さらないっぽいから違うのかな。うん、違うか。さてどうしたものか。俺はちょっと困ったぞ。小山博士多分何も教えてくれないと思うけど。あ、教えてくれるだと。まさかの小山博士のことかなり侮ってた俺は。さあ、やつは熱い鎧で覆われておる。あの鎧を剥がしてやらん限り正気はないぞ。やつが隙を見せた瞬間にストロボで動きを止めてから思いっきり叩きつけてやることはできんかの。普通にマジでそんな普通な手段なの。あれ、え、隙を見せる、どういう状態。例えば壁に激突するとか、そういうやつかなみたいな気もするけど。うん、ダメか。突進中も別に好きじゃないな。うむ、あ、ほらーって言ってる瞬間だけか、もしかして。そういうことか。そうっぽいな。かなり厳しいけど、そこを狙うしかないか。うん、さあ、あえてグーイージ君のところに。イエーって。うん。それだ。違う。うん。顔を出してる瞬間かな。避けて、そこ、そういうこと、よし。あら、こっちね。顔を出してる時だけストロボが効いて、そう。きたー。なんて、これ、これだんだん弓は増えていくやつ。グイージ君出してる意味ないけどさ。さあ、これを避けて、息を吸っといてからの足。あー、結構難しいな。わー、いてぇちょうどいいとこに行くんだから。さあ、避けて、よっ。あれ、結構さ、あ、スコート来た瞬間をこうカウンターしろってこと。うっそそれ結構なんか怖くない。ここでやるんでしょ、こうやって待ち構えて。うわー、かっこいい。そういうことか、なるほど。だから正面にやるんだ。はい、オッケー。さあ、ハートの余裕もちょっぴりできた。おーおーおお、危なっなかなかおっかないな。あー、出た、こういうパターン。最後は5つになるわけだ。いてててて、お、よし。なんでか逆に回復できちゃうみたいな。よし、学ばぬやつめ。よ
よし。ハートハート。あいて、ハートって吸えないの？あ、いや吸えてるのかな、どうなんだろう。よし、ほらーい。これさ、こおお、なんか狙う場所がいまいちわからないよね。よし、さあ攻略法が分かればこっちの問題。結構やられてるけど、ギャラリーをがっかりしてる。よし、あら、こいつそこから、あ、効かない、どういうこと。わあ、お、よし、あ、いや、普通に吸うんだ、なるほど、オッケー。おい、お金お金がめついな。よし、よし、ほっ、ほい、とどめっちゃいい。おう、よーし、あー、オッケー。さあ、グイジ君も回収回収。グイジ君となんかこう二手に分かれることができないからいや、二手に分かれるというか同時に操作ができないからしょうがない。よーし、ようやく勝てたか、小山博士。小山博士のおかげですよ。うん、あ、はーい。お、な、何番これ。な、7かな。おう、よし。さあ、この辺りはまあ多分調べなくてもと思うけど、一応やっとこうかな。ダークライトで反応がなかったら多分大丈夫でしょう。うん、これちょっと気になるけどね。なんてことはないかな、縦のマーク。うん、うん、オッケー。よし、じゃあ行きましょう。お、何これ、階段、どういうことだろう。ついついここに来たくなるけど、キノピオ隊長だったらここでヤッホーとか言ってくれるはず。さすがにルイージは言わないか。もう眩しい。からの、さあ階段を上がっていき、出ていくみたいな。あれあれ、うん、さあ闘技場一回りできるみたいだな。おーっと、まさか鎧兵士が感染してる、すごい。あれ、くっつけられないや。うん、意外だけど。まあじゃあいいかな。お、なんだ、なんか変な音が聞こえたぞ。気のせいか。あれ、これ拾えた。あ、ようやく拾えた。うん、こういうのも何かあるのかもだけど、まあとりあえずやっとこよし、さあ他に感染者がいないかチェックチェック。うん、さあかなり大変な戦いでしたけど、お、お、え、普通に宝石もらえちゃうの、いいの、罠っぽくね。お、やりました。もうなんかいらんもので入ってるけどよし、うん、グイジ君ここいける。あー、ダメか。よし、おう、さあ別になんか探索メインでやってるわけじゃないけど、割と普通に手に入っていくっていう。よし、なんかこれ逆にさ、半端にやってたら俺後でどこ探索したっけなんて忘れそうなんだけどやっておいてから。お、そこに戻ってくる。なるほど、これで一回りってことかな。なかなか大変だったね。うん、これはどう？ダメか。いけるやつといけないやつがちょっと差がわからないけど。うん。あれ？これゴミ箱だよね。おう。よし。さあ、そして。
引っ張ってドーン。よし、じゃあ OK かな。さあ物悲しいよ、 BGM には別れを告げましょう。お、ここなんかちょっとここなんか気にならない。マップ上でちょっとここ薄くついてるけど、これは上の階とか下の階とかそういうやつなのかな。マップの見方がちょっと分かってないからな。うん、7階とか見れるようにすれば分かるのかな。まだボタン入れてないから分からないか。うん、うっすらと表示されてはいるけれどみたいな。あ、これ地下っていうかここの階層か。うん、キャッスルフローの中の階層なんだ。うん、なるほど、こうなってるわけか。うん、なら大丈夫かな多分ね。うん、よし、オッケー。この辺また調べるの大変そうだけど、あとこの食材とか気になるけどね。まあその辺はトーチがあるかないかって感じでしょう。お、これはゴイジ君、ここコインあったじゃん。よし、オッケーかな。ついついこうやって調べたくなっちゃうけど、とりあえずスイッチを置きに行きましょう。うん、右側これ、おー、いけるわ、いけるけど、なんだろうこれ、何かできるのかな。吸いまくってみる。あ、お金があるだけ。じゃあ大丈夫かな。うん、他に引っ張れそうなものないからいいでしょう。よし、オッケー。さあようやくここに戻ってきた。ああ大変だったよし、あれちょっと待って、あ、そっか、ここ破壊したんだっけ。よかったよかった。あ、でで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 、グイジ君、グイジ君よっ。ふう、これってさ自分で抜けられないのどうなんだろう。今普通にグイジ君にやってもらったけど、うん、オッケー。あ、グイジ君これ拾って拾って拾って、俺が拾う。よし、さあというわけで今回はこれさ、よく考えたらこの後にセーブポイント通過しないといけないからまあいっか。お、なんだ、ちゃんと、うん、なるやん。お、さあというわけで7階はグリーンフロア。おお、なんか樹木とかがたくさんあるのかなみたいな感じがするけど、キャッスルフロアと比べると随分ちっちゃいですよね。ちっちゃいけど階層がいっぱいある可能性もあるから、そこは注意が必要かな。ゲストルームフロア、そういえば行ってなかったね。行くべきかな。グーイジ君もいるし、でもなんか違う特殊能力がゲットできてないといけないとか、そういう可能性もなくはない。うん、さあここちょっと悩みどころだけど、じゃあまあ今回ここで一旦区切っておきたいと思います。わ、ちょっと待って、セーブポイントこれ作れないじゃんじゃあしょうがない、一旦違う階に行ってから戻りますので。よし、じゃあ今回ここまでにしておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いします。